アニサキスにご注意。この動画は仙台市内において食中毒の発生件数が多いアニサキスを紹介し、食中毒の予防について知っていただくことを目的としています。動画の中で魚の内臓や筋肉、寄生虫の様子が流れます。苦手な方は調査結果までスキップしてご視聴ください。アニサキスは寄生虫の一種です。長さ2から3センチメートル、幅は 0.5 から1センチメートルくらいで、白色の少し太い糸のように見えます。主に寄生するのはサバ、アジ、サンマ、イワシ、ヒラメ、イカなどの魚介類です。寄生している魚介類が生きているときは内臓にいますが、死んでからは時間が経つにつれて筋肉に移動します。アニサキスが寄生している生鮮魚介類を不十分な冷凍、または不十分な加熱のものを含む生の状態で食べることで、アニサキスが胃や腸の壁に突き刺さって激しい腹痛、下痢といった症状の食中毒を引き起こします。今回はサバ、アジ、ヒラメの3種類で調査を行いました。それでは見てみましょう。これはサバのお腹を開いた時の写真です。アニサキスはどこに潜んでいるでしょう。囲んだところに潜んでいたのが分かりましたか。少し拡大して見てみましょう。さあどうでしょうか。見つけました。別の部分を見てみると、ここにいますね。ピンセットで摘出した際の様子です。早送りで見てみましょう。たくさん発見しました。続いてアジです。重なり合っているところに潜んでいたようです。アジにもいました。ヒラメも見てみましょう。摘出、ヒラメにもいました。これは3枚におろしたサバの写真です。アニサキスはどこに潜んでいるでしょう。わかりましたか。ブラックライトを当ててみましょう。さあどうでしょう。ここにいましたね。身に潜むアニサキスは見つけにくいので、手元を十分に明るくして作業しましょう。身からもピンセットで摘出します。潜っていましたが、摘出できました。続いてヒラメです。ヒラメは白身のため見つけづらいですが、
摘出。ヒラメのような白身の魚はより注意しましょう。今回の調査の結果です。3種類すべてに寄生していました。最後にアニサキスの予防法を確認しましょう。アニサキスによる食中毒の予防方法を説明します。まずは除去。鮮度が落ちていくにつれアニサキスは身に移行します。新鮮なうちに内臓を取り除きましょう。また内臓はアニサキスが寄生している可能性が高いため生で食べないことも重要です。そしてさばいた後は身にアニサキスがいないか目視でよく確認しましょう。次は冷凍・加熱です。冷凍の場合はマイナス20度以下で24時間以上の冷凍、加熱の場合は70度以上で加熱か60度以上で1分加熱しましょう。内臓や内臓周辺に多くのアニサキスが確認された場合やサバなどのアニサキスが多く寄生する魚種は刺身以外の調理や冷凍処理を検討しましょう。また一般的な料理で使用する程度の酢、わさび、醤油などではアニサキスは死にませんのでご注意ください。